皆さんどうも。エクスタシー電車壊れちゃったよ。今回は丸亀市に来ております。これ丸亀市ね、あの製麺所さんがあったりとかね、あのすごい結構ね、いろんな面白いうどん屋さんあるんですけど、私取材拒否を受けまして、本日もう5玉食べております。全部ボツです。まあちょっと甘いもの食べたらね、なんかまたね、お腹が空くんじゃないかっていう説があるんで、ちょっとデザート食べてお店突撃してみようと思います。はい、はい、どうも、今回もナレーション役のエリールマコをお届けが務めさせていただきます。今回は中村うどんさんにやってまいりました。前回はひらがなの中村うどんさんをご紹介させていただいたんですけど、今回は漢字の中村うどんさんです。ひらがなの中村うどんさんの弟さんがやってるお店ということで、中村ファミリーいろいろお店があるみたいなんで、そちらも気になります。お店はセルフサービス的な感じなんだけど、注文から店員さんがいろいろ教えてくれるから、セルフサービス初心者の方も安心だね。ドナルドさんややこしいから店員さんいっぱいいるし、フルサービスにしちゃえばいいのにとか言ってました。内緒だよ。それでは着席して食べていきまーす。とりあえずかけうどんからいっちゃいまーす。このズルズル音がどこかのズルズル層に需要があるみたいなんで、今回はこのズルズル音を挟みつつレポートしていきたいと思います。前回のひらがな中村うどんさんと比べるとかなり、あ、もちもち感とグミグミ感が強めでコシもある感じです。ドナルドさんはコシがある固めのうどんが好きなので、前回の中村うどんさんと比べるとこちらの方が好みみたいでした。お出汁もいりこの香りがいい感じで、麺ともマッチしてる感じで最高でした。ごちそうさまーと見せかけてもう一回飲む。やっぱりこの出汁美味しいよね。お次は釜玉うどんだ。こちらの醤油も前回の中村うどんさんと同じく琥珀色で、釜玉うどんはかき混ぜるのが早くないと半熟にならず美味しくないんだよね。ちょっと動画を撮るのに夢中で遅くなってしまったので急いでかき混ぜてます。それでは一思いにいっちゃってください。かけもうまかったけど、もちもちがさらにアップしてて、ねっちょりが絡みついて美味しかったぞ。醤油単体だとほとんど味がしないのに、かけるとかなり美味しくなるこの謎の醤油も受け継がれている。実はドナルドさん醤油うどんも食べてたんですけど取れていませんでした。この漢字の中村うどんさんのすごいところは、どんな食べ方をしても80点以上叩き出してくるみたいな、そんな感じでした。何食べても安心して美味しいです。ごちそうさまでした。